サントイコールフォアイコールレリオンは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域キ県、メトロポールド・リヨンのコミューン。コミューン名は、3世紀にアジャンで殉教したキリスト教の、聖人アジャンのフォアに由来する。サントイコールフォアという他の地名と区別する目的で、リヨンに近いたメレイコールリヨンと付けられている。サントイコールフォアイコールレリオンは、リヨン市街を、西側から見下ろす位置にある。 ノートルダムドフルビエール大聖堂のちょうど南にあり、東のソーヌ川とローヌ川の合流地点である。西と南は、イゼロン川谷であり、フランシュビル、ウランといったコミューンとの境界になっている。緑が多く非常に良い中環境であり、リヨンからサントイコールフォアの中心まで車で15分ほどである。サントイコールフォア北部は、リヨン五区と接している。サントイコールフォアの地は、 ガリアの植民都市ルグドゥヌムに近接していた。サントイコールフォアの地は古代都市の南端にあたり、少なくともローマ街道が2本通っていた。一つはローヌ川右岸を通り、ルグドゥヌムとビエンヌとをつなぐ、現在のフォンタニエール道だった。もう一つはサンサンフォーリアンシュルコワーズへ向かう、現在のシャントグリエ道である。ローマ人が築いたジエ水道は、 現在の地域に7つの異なる遺跡を残している。その他には、古代の終わりから中世にかけての共同墓地、古代の陶器とテグヤリー、サルコファガスの断片、用途不明の建物跡、ガロローマ時代の住居跡が見つかっている。1189年からフランス革命まで、サントイコールフォアは、サンジャン修道会に依存していた。1834年、学校校舎が建てられた。 1840年に毎週1回の市場が開かれるようになり、1843年には破壊され放置されたままだった旧教区教会に代わる新しい教区教会が建てられた。1880年代、フィロキセラ流行でワイン用ドウ栽培は崩壊し、土地は樹木栽培と住宅資産に徐々に転換していった。1885年、 ラミュラティエールがコミューンとして分離した。サントイコールフォアの経済は、1974年に、医薬品製造会社、ラボラトワール・ボアロンがやってきたことが、転換点となった。1986年には、ローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世が、サントイコールフォアを訪問した。創始カシニー院生。ありがとうございます。